あるよ、クッキー。あ、じゃあ、手で握って。おー、上手。まずこれがビックスってもの。あ、この機械？うん、そうです。レバーレスですっていう。ね、レバーレス。レバーレス。チェンジアール。イタリアコルギー製。もう74歳の手首の動きじゃないね。74歳の手首の動きじゃない。これね、軽いね。タイヤを持ち上げるだけですごい。軽いね。ポルシェのタイヤに比べんならだろ。もっとこうですか？ん？はいはい。取ったがいい？そうよ。はあ。はい。レバーレス。これがレバーレスですよ。知らんもんが見ても、これがレバーレスよ。これ回るんですよ。はあ。これがレバーレスタイヤ。330万します。はい。これが特徴ですね。カーカス破ってくれんが。これが特徴なんですよ。ああ。はいか、俺の声も入っとったか。ああっていう。この機械は100体まで、ね、100体までも組めますよ。100歳。100体までくれる。あ、もう終わりか。100体まで組めるから買いました。いつもの面白い社長じゃないの。何だよ。これができるんですよ。このタイヤチェンジャーはね、このマークを合わせることが簡単にできる。ん？ポットランだったね。取っとるよ、ずっと。これしかできないんだよ。手で回さない。ああ。なんで合わせるんだっけ？これ？ここが一番重いんだよ。黄色のマークが一番重い。ガルブチンとか一番軽いから重いとこ軽い。赤は？赤は一番軽いとこ。黄色で合わせる。黄色が軽い。黄色が重い。重い。ああ、重い。重いところをバルブチンとか穴掘っちゃうじゃん。うん。バン！ビビる、毎回ビビる。上がりきらんとじゃねえ、こいつが。さあ。上がらないんだよね。あれは引っ張ってこないか。ん？エアホースが引っ張ってこないか。エアホース。あっちの？うん。うん、はい。3キロ待ち。